木戸さん、モアイ像と聞くとイースター島と宮崎をイメージします、はい、あ、そうですね、有名ですよね、うん、ただこんなところにもモアイ像があったんです。エジプトのスフィンクスにイースター島のモアイ像など、誰もが知る世界遺産クラスの石像が一堂に集まる博物館が存在しているんです。そんな場所を地元の人たちはモアイ公園、モアイ公園、うん、掃除とか用意飛び飛びしようけど、うん、モアイ公園行こうかって言って、モアイ像だけにモアイ公園。この場所は何ですか。はい、中間市にある屋根のない博物館です。そこで今日の特捜級チームは、なぜ中間市にモアイ像を。博物館があるのは JR 中間駅から徒歩およそ1分、遊歩道に作られたその名の通り屋根のない博物館。平成元年に旧国鉄、勝木線跡地に、幅7メートル、全長434メートルの緑道公園として整備されたものです。1908年に開通し、中間市の中間駅から北九州市八幡西区の勝木駅までを結んでいた勝木線、1985年全線廃止となり、その跡地に作ったのが世界の石像のレプリカを展示した屋根のない博物館なのです。この博物館は日本やアジアの石像を展示したふるさとの道やモヤイの道など4つのゾーンに分けられています。こちらは八女市の岩手山古墳から出土された石人です。全長170メートル、九州最大級とも言われる岩戸山古墳。そこで出土した石人や石馬のレプリカを展示しています。石像には一つ一つ説明文が展示されておりますので、楽しく学ぶことができます。一般的な博物館というのは手で触ることはできないんですね、展示物は。しかしながら、ここの展示物は実際に手で触ることができます。およそ400メートルに30体の石像を展示している遊歩道。地元の人たちはちょっとしたこの散歩にはいいかなとは思いますけどね。引っ越して2年ぐらいなんですけど、はい、まあ、最初来た時はすごいなと思ったんですけど、梅とか桜とかこうそのシーズンに咲くと綺麗なけどね。モアイ像と桜のコラボ、世界でもここでしか見ることはできませんよ。そもそもなぜ世界的に有名なスフィンクスやモアイ像を展示することになったんでしょうか。モヤイという方言がございまして、助け合うや、共有し合うという意味合いがございます。言葉のニュアンスが響きが似ているイースター島のモアイ像を、設置したらどうかという話になりまして、現在の形態になっております。ちなみに当時の担当者がチリの大使館とコンタクトを取り、本物のモアイ像を譲ってもらえないかとお願いしたところ、残念ながらその願いは叶わなかったそうです。コロナ禍で海外旅行っていうのは厳しくなってるんですけども、まあ、コロナ禍の世界旅行ということで今注目を浴びているところでございます。2015年に世界遺産が登録されております、本賀川水源地ポンプ室っていうのがございますので、本賀川沿いにはレプリカではなく正真正銘の世界遺産が。1910年本賀川から当時の八幡製鉄所へ工業用水を送るための施設として操業を開始、100年以上経った現在も現役で稼働を続け、日本の産業の歴史を垣間見ることができます。全く知りませんでした、ね、子どもたちの社会科見学にもいいんじゃないかなと思いましたね、見てて。楽しそうですね、うん、それでは今日のお題、どうして中間市にモアイ像があるのか、答えこちらです。方言のモヤイにちなんでモアイ像を作ることになったということでした。
線路の跡地を利用して少しでも観光名所になればという思いから計画が進められて、いっそのこと世界を旅している気分を味わってもらおうと、世界の有名な石像を集めて展示することになったそうです。